それじゃあカウント始めるぞ。5秒前 4、3、2、1 ゴそんなの無理じゃん。どうすればいい。教育者の何だっけ。なんじゃ我れやんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー馬面はぎ。うわダメだ。教育者のおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたね。そうか、変わりましたよ。なんていうか、以前はもっと単純で具体的でしたから。それだけ藤原が成長してきているってこと。俺はな、神社を奪って聖子の藤原に会えた時代を信じて。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎた感じ。相手があることです。全てを予定通りのコントロールができる。高すぎるハードも藤原の前に出ました。レールと車輪との接触面での摩擦もあり、ニューが一頃が低いとか、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に、どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。コントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。滑ってる滑ってる。なんとなく見てる。こっちが痺れちまうよ。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝る重量はない。止まり、曲がり、加速、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発生が勝利。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。マジで。その雨の汗もよくついてこれるもん。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずに、振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいれば、それだけで終わるバトルじゃなかった方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけだ。まだ始まる。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいが。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの2000プロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい引き当たってだんだんムカついてきた。意地で追いついてプレッシャーかけてやるて。くそ、何なんだよこれは。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。
今アザミの通過したってさ、450メートルの差だし。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。絶対あれだ。俺のシミュレーションはありえない事態だ。どうしてもこの距離を詰めなきゃ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を壊すことはありません。全のボディ全体から伝わってくる植えたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。滑られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。いつじゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ。逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100%。 やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原のプッシュは東道塾の第2ラウンドで見せたブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことで、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアークで限界スピードを瞬時に見極め、目印の前で襟に狂いなく見せていく。全てはイメージだ。いっけー。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。負けるもんだ。スカッと、何が何だかわかんねえ。すげえラッキーけど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターのためだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くる。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ。マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面と何があるんだ。絶対に俺の前に出させねえか。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえな。行くしかない。ましたよ、池谷先輩。おお、これ消えた。うわ、消えた。店がいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。
まさかそんなことが。伝承灯を消し闇に紛れてドリフトもブロックもできない知覚感で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追った時よりこっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。